2012年、落選してからここに至るまで小選挙区12年かかりました。この間、今日お越しのほとんどの皆さん、その、本当に冬の時代を変わらずずっと私をお支えをいただいて、その冬の時代がなければ今日ここに立つことはできませんでした。改めてこの長きにわたり私を支援いただいた皆様、そして地元の皆様に、そして今日お越しの皆様に心から御礼申し上げます。皆様本当にありがとうございました。皆様からいただいたこのご負託、地元福岡2区の地元の皆様のご負託をしっかりとこの腹に据えて国会でこれから活動してまいりたいと思います。引き続きどうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。